日本昔話。花たれ小僧様。昔昔、あるところに木こりのおじいさんが住んでいました。このおじいさんは毎日木を切っては薪にし、町まで売りに行って暮らしておりました。ある日、いつものようにおじいさんが町に薪を売りに行きますと、その日はどこに売りに行っても、不思議なことに一本も売れませんでした。